やっていきます、はい、今日はね、最近新しくできた尾道ラーメンのお店のあかりっていうお店なんですけど、来ましたね。今日は、はい、ちょっと楽しみにしてきましたけど、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。いいな、どうしましょう、どうしようかな。でも尾道ラーメンの台ぐらいで、台でお願いします。尾道ラーメン台で、台で。今何を、醤油を、醤油お酒入れてるのか頑張ってるわけですね。やっぱどうなんですか、やっぱラーメンって塩とか食べますか。はい、もちろん。なんか一番そのラーメン作りにこだわってることとかないですか。こだわりでだから、はい、でもやっぱスープですかね。でも麺は美味しいのを送ってきていただいてるんで、あ、修行にも行ってるんで、他のスープがまずいと修行先もなんかどうなのってなっちゃうんですよ。尾道ラーメンはなんかその返しとかとかもやっぱりあるんです。普通のラーメンと違ってなんか、尾道ラーメンの特徴みたいな、はいはいはい、濃い醤油ベースの味に背脂、シンプルイズベストな。そうです。でもやっぱそういうのは難しいんだよ。一番それは美味しいし、豚骨とか有名だけど、そういう醤油と、そうですね、また量加減でちょっとやっぱいろいろあると思います。当店九条ネギ入れ放題なんですけど、いかがですか。お願いします。朝に九条ネギは、九条ネギがね、入れ放題ということでね、もうちょっといかれますか。どんどんお願いします。はい、どんどんお願いします。コンサルさん、いいですね、無料で本当ネギラーメンって、ね、もうちょっといかれますか。あ、もっとお願いします。まあやっぱ見た目もあるしね。そうです、うん、どうでしょうか。もう一声、もう一声、もう一声いけるかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。あ、いい。ありがとうございました、先輩。頑張ってね。ありがとうございます。いつもお待ちしております。はい、また行くよ。頑張ってね。美味しかった、その。もう一回食べに食べよう。もう食べます。もう一回、もう一回、今度はもう大盛りで、もう一回、もう一回、もう一回食べに行く。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。